4本の動画教材は、皆さんのスポーツ指導の現場で性の多様性にどのように対応するかを考える手がかりになったでしょうか。アスリートたちがスポーツ指導者から得た知識や経験、あるいはスポーツ指導者の存在そのものは、アスリートたちの人生全体に影響を与えます。スポーツの種類や競技レベルは違っていても、この動画教材をご覧になっている皆さんは、アスリートの20年後の姿を思い浮かべながら日々の指導活動をされているのではないかと思います。スポーツは競技の制度やルール自体、まだ十分に人間の性の多様性に対応することができていません。競技の参加資格をめぐっては、これからもスポーツ界では平等と公平のバランスを探す努力が続くと考えられます。何よりも大切なのは、スポーツをする人が自分らしく希望を持って生きられることです。そのためには排除のないスポーツであることが大前提となります。この教材では、 LGBT などの人々に関する基礎知識、スポーツ界の現状、LGBT アスリートの人権を保障するための知識を紹介しました。近年のオリンピック・パラリンピックなどにおいても、自分が LGBT などであることを公表するトップアスリートは多くなっています。東京2020大会では、2016年リオデジャネイロ大会の3倍にあたる186名の選手が公表しました。これらの選手に勇気づけられ、また自分自身も誰かを励ます存在になるために、公表する選手は今後も増えていくと考えられます。そのようなスポーツ界の変化に対応するために、より詳しい情報を得ておきたいという方は、研究プロジェクトが発行しているガイドラインを参照してください。このガイドラインは、社会やスポーツの変化に合わせてできるだけ最新の情報をお伝えできるよう改定していく予定です。またぜひ LGBT のアスリートや家族、LGBT などのアスリートを支援した指導者、どのように取り組めばよいか困っている指導者など、さまざまな立場からの声をお寄せください。ガイドラインの改定に役立てさせていただきます。注意をしていただきたいことが一つあります。それは、この動画教材にもガイドラインにも正解やマニュアルは示されていないということです。特に JSPO 公認スポーツ指導者の皆さんは、日頃から一人一人異なる人間である選手と向き合うときに、どこにも正解がないことをよく理解されているのではないかと思います。マニュアル通りにはいかない世界、それは私たちにとってスポーツの魅力、スポーツ指導者であることの魅力の一つではないでしょうか。自ら考え、工夫し、創造的に生きるアスリートの成長を支えること、それは私たち指導的立場にある関係者の誇りです。誰も排除しないスポーツを求めて、指導者自身が答えを探し続けている姿は、支援しているアスリートが20年後にも自分らしく人生を送るための羅針盤になるのではないでしょうか。オリンピックやパラリンピックでカミングアウトする選手たちが増えているように、私たちの周囲でも人間の性の多様さを感じる経験は増えていくと考えられます。自分が置かれた状況について公表し、差別や不平等をなくそうとしている選手の勇気や努力に任せるだけではなく、私たちも共に歩んでいきましょう。